大洲市肱川町で昨日、この1年に亡くなった人の霊を供養する伝統の灯籠送りが行われました。大きな灯籠を持って集まる人たち。南予で続く初盆の行事、灯籠送りです。大洲市肱川町の本願寺には、この1年に亡くなった人を供養するため32基の灯籠が集まりました。住職がお経を唱える中、親族が台の上に置かれた鐘楼舟に米と花柴を入れ焼香します。続いて灯籠に火種を入れて、8月の1ヶ月間飾っていた灯籠を燃やしていきました。このあと個人の霊を乗せた鐘楼舟にロープをつなぎ、参列者全員で寺の前を流れる川辺川へ浮かべて送り出しました。まあよかったんじゃないでしょうか。じいさんも折り返し一緒に歩くんじゃなかったと思います。はい。もともと個人の家で親族が行っていた灯籠送りですが、昭和40年代以降は本願寺でまとめて取り行われるようになり、使われる灯籠も昔のように大きなものは減って、提灯型の小さな灯籠が半数以上になっているということです。